はい、どうも皆さんこんにちは、のしです。さあ今回はゼロティック収穫機というね装置を使ってですね、サボテンをね成長させて回収する装置をね作っていきたいと思います。ゼロティック収穫機っていうのはね、あんまり、聞いたことない方もいるかとは思うんですけども、とにかくね早くね作物を成長させることができる、そんな装置でございますね。それでは装置に必要な素材を見ていきましょう。石、リピーターですね。あとレッドストーンダスト、レッドストーンの松明、レバーに吸着ピストン、ピストン、あとはスライムブロック、砂、ホッパーにチェストとサボテンですね。この辺に作っていきましょう。まずはねこのクロック回路みたいのをね作っちゃうからね、ここにリピーターを設置して、この下にレッドストーン松明ですね。でここにレッドストーンダストを置きましょう。そうするとこのようなクロック回路が出来上がります。でここにレバーを設置して、ここでオンオフの切り替えをするという感じですね。続きまして、ちょっと左側にブロックを一つ、そしてブロックをもう一つと、ここにレッドストーンダストを置いて、この前にねブロックを一つ置きましょう。その上に吸着ピストンを置きます。こんな感じですね。で続きまして、ここのピストンの手前にブロックを一つ設置します。でこの上に砂ブロックを置きましょう。でここの上にさらに、ブロックを一つと、でこの裏側に砂を2個、こんな感じで乗せます。でここまで来ましたら、ここにチェストを設置と、2個つないでもいいですね。2個つないでも OK です。でここのチェストにホッパーを設置と、でその後ろにもホッパーを設置します。はい、こんな感じでホッパーが2つ接続されて下のチェストに、入っていくというようなイメージですね。続きまして、このレバーを設置したブロックの上にレッドストーン松明を設置、でこの上に石を設置していきましょう。続いてレッドストーン松明で、続いて石ですね。でここまで来たら、あとは横並びに、ブロックを設置しましょう。この横に5個、もう一つつないで5つねブロックが必要になります。でここに、ピストンを接続します。はい、でこの上にレッドストーンダストを、このような感じで、ここまでか、こんな感じでレッドストーンダストを連結させて、ここのピストンが動くようにすると。で続いてここにサボテンを置くという感じですね。あとはここまで来たらガラスブロックで周りを囲ってあげれば終わりかな。ガラスがあるとないとではねちょっと違うんで、ここに置けないんですよね。真後ろに置くと、横とかに置くとサボテンが壊れちゃうんで、置き方要注意なんですけど、ではちょっとこれでやってみましょう。砂ブロックがねこんな感じにちょっと揺れてるようなもの感じがわかると思うんですが、これがねゼロティック収穫機の特徴ですね。こうするとサボテンが早く成長すると、通常の何倍かなちょっとわからないんだけど、普通に育つよりかは全然早く育ちますね。あとこれ今回サボテンにしてるんですけど、サボテンじゃなくてもいいんですよ。この砂の上で育つ作物で、例えば竹でもいけますね。これは竹の収穫機にもなりうると。ちょっとやってみましょうか。竹も同じように収穫できます。竹はねかなりスピーディーですね、収穫が。ちょっと見てみましょうか。開けて早いんですよ。こんな感じで、竹がどんどん取れるのがね分かるかと思います。非常にねこれは作物の成長をね促すことができる装置なので、重宝できるかなと思います。あとねこれプレ法でもやってみたんだけどね、プレ法でもこの装置作れたので、おそらくは任天堂スイッチでもねいけるんじゃないかなと思います。最後に1点だけ注意がありまして、この装置ですね、つけっぱなしで、オンにした状態でゲームをやめて、またゲームをねスタートさせると、この装置のね一部が壊れてることがあります。なのでやめるときには必ず電レバーをオフにしてやめましょう。壊れるのはこの砂の部分ですね。砂の部分が結構壊ります。というわけで今回はサボテンの収穫機を作ってみたんですが、竹もねこの装置だったらできますので、ぜひ作ってみてはどうでしょうか。では最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。See you!